パンダお疲れさ。パンダ。はあ、今日もあれやな、パンダ。名場面。ブラザー。ブラザー。ファッキンジャップぐらいわかるよ、バカ野郎って、あの名場面を。やりたかった。いやー、やっぱり、こう、パンダをやってると、愛想よく背中の場面がどうしても出てくるけど、そういう時にやっぱりバックヤードに帰るとついついヤクザ映画を見てしまう自分がいて、こう普段の欲求不満をヤクザたちが発射する弾丸に乗せて消化させているっていう部分があって、まあ、それでブラザー選んでみたかな。今日のパンダはもう打ちまくってたね。いやー、もうだいぶこんなにもうこんな姿を見せていいのかしらと思いながら、パンダであるのに、まあ、パンダは結構知られてないけど、どう思うなんだけどね、結構基本クマやから、クマやからね。クマ感出すぎたかな。そう、人間を襲ってる感じがすごかったね。今日は強めのパンダ、まあでも飼育員がいつか殺されるんやろうな。いやいやいや、それはもう一宿一般の恩義と言いますか。いやー、いつか殺されるんやろうな。いや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 、パンダまたほんまよろしくな。殺さんといてな、やめてな。殺さないように頑張るパンダ。